岐阜県内の小選挙区の当選者や代理人は選挙管理委員会の竹内春彦委員長から当選証書を受け取りました。受け取りに訪れた岐阜2区の自民棚橋康文さんは10回目の当選となりました。激しい逆風であり、そしてそれも自由民主党の体質や自由民主党の議員の大変申し訳ないことに自業自得で厳しい選挙となりました。そんな中にもかかわらず、あの有権者の皆様方、特に政能の皆様方に小選挙区で勝たせていただいた、あのこのことを肝に銘じていきたいと思います。今回の選挙では岐阜4区で立憲民主党の今井雅人さんが小選挙区では初めての当選を果たしました。自民王国と呼ばれる岐阜県の小選挙区で野党候補が当選するのは2009年以来です。選挙終わってからもう地元を回っておりますけれど、皆さんの期待感がやっぱり違うなということは今肌で感じていますので、今まで以上にしっかりやっていかなきゃいけないなと思っています。